その出てった方がいいよって言ったのは、はい、そこの家で骨肉の争いをした場合は本当に出て行った方がいい。負の気を放ったるところの家ならば、はい、まあ、引っ越しをおすすめしてるってことだな。だよ、はい、YouTube のご覧の皆様よりコメントの数々をいただいておりますので、はいはい、紹介させてください。マリコさんから来てます、はい、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。離婚して4年経ちますが、とても気に入った家なので子供たちと住み続けています。おう、でも運気的に離婚後同じ家に住むのは良くないとのことなので、せめてできることはと11月から全車輪を始め、離婚後初、いや人生初、大量に物を手放しました。おう、家具や家電もう一部を買い替え、模様替えをして景色を変えて、水回りをプロに、お任せしてお掃除してもらいました。自分でも床磨きをして埃を払い、窓もきれいにしてもらい、去年のうちにお墓参り、お礼参り、お財布もアドバイス通りに買い替えました。素直なことだね。全部やりましたね。全部やりました。こんなにすっきりした気持ちで気持ちよく年を迎えられたのは生まれて初めてです。お、今年は何が変わるかもと自信が持てました、うん、ありがとうございますと、しかも夢日記も始めようと思いますとあ、1月1日の放送ですね見ていただいて、すごいね、はい、素直な方だね。これいいねがすごい39、はい、めっちゃみんないいねして、マリちゃんすごいな。はい、マリコさんすごいですね。あ、あのね、本当前どっか動画で言ったんだろうね、離婚ってさ、本当いろんな離婚の理由があるじゃない、うんうんうん、その出てった方がいいよって言ったのは、はい、そこの家で骨肉の争いをした場合は本当に出て行った方がいい。大喧嘩とかそういうことですよね。そう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 、だからもう喧嘩が絶えなかった。負の気を放ったるところの家ならば、はい、まあ、引っ越しをおすすめしてるってことだな。なるほど。だからもうお互いに奥さんも旦那さんも言いたいこと言って、はい、てめえこの野郎ふざけんなみたいな、はいはいはい、例えばもう旦那さんがさ、もうなんか奥さん殴れないから壁殴って穴開けちゃったとかさ、あ、バットで壁殴ったとかさ、あ、で奥さんはもう怒ってその辺のあるものをもうガーッとか投げて、ガーッとかふざけんなとかガーッとかなった、フライパンの跡とかが残ってる。だから そういう家ならば絶対的に引っ越しをおすすめしてるけども、だから、はいはいはい、マリコさんがどういうねあれで離婚されたか分かんないから、うん、骨肉の争いしたかどうか分かんないから、うんうんうん、だよ。ちなみにそういうタイプじゃなくても、なんか無視の試合とか、あ、なんかちょっと嫌な言葉ではないですけど、だからその負の念があるかどうかなんですね。そうですよね。負の念が家の中に渦巻いているのであれば、はい、それは引っ越した方がいいよと言ってるだけだから、うん、でもね、そう言ってもやっぱりいろんな事情があって引っ越せない方もいて、旦那さんだけね出ていくとかいうパターンもあるだろうし、うん、そしたらね出ていけないからどうしたらいいってなるから、もうそうなった時は難しいけど、やっぱりその家の中にあるものってさ、そういう波動を浴びてるからさ、はい、そうですね、あの波動ってさなかなか消えないんだよね。怒りの波動って、怒りの波動ってなかなか消えないんですね。残り続けるんですね。もう怒りってすごいんだよ。もう怒りの重心サンダーライガーっていうぐらいさ、怒りの重心サンダーライガーまああるんだけどね、はいはい、それいいんだけど、そのどそれ拾わなくていいんだけどそうですよね。怒りの波動って本当にすごいから、はい、取れないんだよ。だからその家具とかは、はいはいはい、もう全てやっぱ新しいのに変えてほしいんだよね。怒りを浴びちゃった者たちはチェンジした方がいい。チェンジした方がいいね、はいはいはい、この方がね、そうどういう経緯でね、うん、その旦那さん出ていったのかわからないけども、うん、そうやってなんかね初めてねいろいろ手放したって言うけど、それはすごいいいことだと思うよね。そうですね、うん、ものすごくいいことだと思う。はい、今までに初めての気持ちらしいですね。うん、多分すっきりしたんじゃない。はい、だからそういったその怒りの波動とか負の念を浴び続けた者と一緒にいると同調しちゃうんだよ自分が。そうそういうことですね。そう、家って面白いからさ、だいたい夫婦喧嘩する場所って一緒なんだよ。だいたいいつもリビングで喧嘩始まるとか寝室で喧嘩始まるとか、うん、だいたい決まってんだよね。だからその場の波動が悪すぎるんだよ。なるほど。お互いのそのバトルしたところとかあるじゃん、なんか特命の喧嘩したとかさ、はいはい、はいはいはい、その場ってすごい波動が悪いよ。そうなんですね。だからその場って居心地悪いんだよね絶対ね。それってその周りの者たちもその波動をもう前回吸収しちゃってるから、そう、それが引き金になってもう一回、あ、もちろんもちろんもちろん。あ、そうなんですね。うん、奥様たちは絶対的に喧嘩始まるところを絶対的にメモっといた方がいいよね、はい、あ、このスポット、そう、アンチパワースポット、そう、はい、不仲な人たちって、はい、本当喧嘩
が始まる場所は大体一緒なんだよ。だからその場に何かいるかもしれないし、そうですね、そうですね、自爆霊がいるかもしれないしね、はい、なんかあれですね、テープバミっといてほしいですね、バミっといてほしいね、バミっといてほしい、そういった意味で念って怖いんだよ、負の念っていうのはさ、うん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 、だからそれは別に罵声浴びてなくても、うん、ね、やっぱり心の中でさ、こいつマジムカつくわって思ったその念ってさ飛ぶからね。だから結局2人で息を飛ばしちゃってるからね。それはもう本当に相手だけに飛ぶわけじゃなくて、その周りにいるところに影響を及ぼしてるんですね。そうだよ、だからこれで一番かわいそうなのは子供たちだよ。子供にも届いちゃってるんですね。いや子供が一番かわいそうなのに、何がかわいそうって子供が一番かわいそうなんだよ、はい、なんでなんですか。場が悪いじゃない、お互いにさ、もうこいつ絶対殺してるとか思ってるんだよ、もう、うん、絶対こいつだけ許せないなんていう、うん、その念が飛んでるでしょ、うん、でも場が悪いでしょ、うん、その場が悪い場を子供が自分で浄化しようとするんだよ、はい、子供が浄化しようとするから子供が鬱になったり引きこもりになったりアトピーになったりしていくっていう、これも原因も絶対的にあるんだよ。だから子供は素直でピュアだから、そうですね、そのお父さんとお母さんの喧嘩ってのはすごい嫌だ、ものすごい嫌だ。そうですね、うん、僕もそうだったから本当によくわかる、すごい嫌だよもうあんなの。そうですね、そうだから自分がなんとかその場の空気を、うん、その波動をね、なんとか変えようと思って自分が全部それを吸い込むんだよね。あ、この負のエネルギーっていうのは大変なんだよ。この負のエネルギーをプラスに変えていくっていうのは本当に大変なんだよ。あ、そうなんですね。そう、上書きしていかなきゃいけないから。あ、カラオケボックスとか行ってやればいいんだよ。いや、絶対その方がいいですよ本当にそうだよ。もう1ミクロンも聞こえさせちゃいけないし、そうそうそう、見せちゃいけないですね、うん、トラウマになるしね、うん、本当によろしくないよね。そうですね、だからそういう子供たちが本当に病気になっていくって、これも原因としては絶対にあるんだ。あ、そうなんですね、うん、絶対にある。離婚のタイプに応じてちょっとその場に住み続けるかどうかとか、なんか本気で物を捨てないといけないかどうかっていう、うん、でだからもう本当ね、不仲な人多いからさ、うん、8割は不仲だからね、こう家の中でバトルが繰り広げられてると、うん、そこで本当にね、その健康とか、はい、ご機嫌でいるとかいうのは難しくなってくる。なんでかというと、やっぱりその負の波動に覆われてるからさ、はい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 、この負のエネルギーっていうのは大変なんだよ。この負のエネルギーをプラスに変えていくっていうのは本当に大変なんだよ。あ、そうなんですね。そう、上書きしていかなきゃいけないから、負のオーラを消すためには、はい、プラスのエネルギーで上書きしていかなきゃいけないから、うん、そこで大笑いしなきゃいけないよ、うん、だから一バトルあったら、はいはい、その後、はい、もう大笑いしてその間を払わないといけないよね。大笑いすると間を払えるんですか。払えるっていうか、もうマイナスをプラスに、だからマイナスをプラスに超消しだよ。何もなかった状態になるじゃん。でも大王、あの負のエネルギーってなんか深くてすごく強くないですか。でも大笑いしなきゃダメだもん、そこで大笑いしないといけないです、ね、そこでもう笑い死ぬぐらいのさ、そうです、ね、笑いキノコ食ったぐらい笑わなきゃいけないそうですね、もう腹筋が張り裂けるぐらいのそうそう、喉打ちもあるぐらい笑わなきゃいけないんだよ、ね、あとはだからその一番エネルギーが強いのは、はい、もう子供たちなんだよ。あ、だから子供たちがはしゃいで笑ってるっていう家が最強なんだよね、うん、あ、そうなんすね、うん、それはもうその場がもうその浄化される。あ、めっちゃすごいですね。だから子供たちね、子供の友達をいっぱい呼んでさ、はい、家でパーティーでもしてさ、定期的に浄化すればいいんだよ。あ、めっちゃいいですね。子供たちがワーキャーワーキャーってガーとかって大笑いしてる、はい、なんていうのはもう本当にすごいプラスのエネルギー満ち溢れるよね。じゃあ夫婦で大喧嘩しました、うん、じゃあちょっと大喧嘩したので子供の友達みんな呼んでパーティーしましょう。いや、いいと思うよ。めっちゃいいですね。もうでもその代わりさ、あんまりも負のエネルギーが強いと来た子供たちはみんな病気になる可能性もあるけどね。うーわ、リスクがすごいリスクがすごいっすね。でもなんかそれで反省してほしいっすよね私たちやりすぎてましたねと。いやでもこれ見てんのほとんど奥さんだから、はいはいはい、旦那にそんなこと言ってもさ、旦那はそんな聞く耳ないからね。そういうことですね、うん、本当はなんか旦那さんと一緒に見ていただいてねあの夫婦なんか改善チャンネルにしていきたいと思ってますけど。いやいや、旦那さんはこういうの大嫌いだから。ああ、そうですね、大嫌いだよこういうの。なんだこの右のやつはとか言うもんね僕じゃないですか佐野万次郎つけて一体何なのと。なんでお前マイキー来てんだ、ね、マイキーとドラケンと。ドラケン死んだじゃねえかそうですね。この方もね、それでまあ引っ越せないんだから、引っ越せないならば、うん、やっぱり家をきれいにすること、やっぱ浄化していくこと、うん、あとは笑いだよ。そうですね、うん、笑いが大事だ。絶対大事ですよね、笑いは本当に大事だから。だからね、お子さんいらっしゃるんだったらさ、お子さんの友達をさ、うん、しょっちゅう呼んでさ、うん、なんか家でパーティーでもしてさ、うん、なんか子供たちの笑い声って絶対必要だから、うんうんうん、あ、めっちゃいいっすね。もう本当に子供が騒いでるのが最強なんだよ。もう買い替えた後だからなんか大丈夫な感じしますね、うん、そうだね、はい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 、もうぜひね、面白いね、2022年素晴らしい1年に、ね、なっていただきたいね。はい、本当ですね、うん、めっちゃ応援したいと思いますし。そうですね、あのコメントとしてもですね、うん、もうみんなが応援してて素晴らしい、私はまだまだです、頑張ってくださいね、うん、っていうのとか、うん、いいね、そういうのいいよね。すごい応援の試合が、ね、なんか私も旧正月まで頑張りますとか。ああ、いいね、はいはいはい、最高だね。そうですね、うん、そういう輪が生まれる、なんかこういうコメント欄であったら最高ですね。ああ、最高だよね。あの皆様にもぜひですね、こういうこと、うん、報告だったりだとか、
ぜひ皆さんの誰かのコメントに対してのリアクションだとかどんどんしていただけたら僕たちもすごく嬉しいので、ぜひコメントしてほしいなと思います。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。